こんにちは長山です。こんにちはクリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて8月の2週目ですけども、先週に引き続きましてゲスト会ということで、はい、株式会社工夫カンパニー執行役、そしてデザインライフ株式会社代表取締役の竹田さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 こんにちは。ティケダです。よろしくお願いします。はい、はい、先週釣りの動画の話とかそうですね。趣味の時間の話しましたけど、はい、最後にちゃんと、えー、さよ。ならって言ってくださいましたね。<laughs> そうですね。どっちにしようかなと思ったんですけど、<laughs> やっぱり言,言おうと思いました。<laughs> はい、あの池田さん、結構あのおっさん fm 割と聞いていただいてると思うんですけど、はい、あの気にされてました。そのゲスト言うかな？言わないかなって。 いや、もう、今回のね、ゲストの話が来たときに、まず、それを言うか言わないか、どっちにしようかなって思ってそっから、最後のさよならを言うか。さよならを言うか、言わないかを、あのね、前回の、前回というか、ええのさんが、えのさんが楽しみにされてるだろうな。よ僕は言いましたね。わかいますもんね。はい。ありがとうございます。であの まあ今週はちょっとあの先週とは違う話をしていきたいんですけど、うんはい、最初にですね、あのちょっとすごい軽い話で、あの池田さんといえば僕はあの植物に詳しいというか、植物をめで,めでられてる方というあの認識なんですけど、ねはい、ちょっと聞きたいことがあってですね、<laughs> はい、まあこれなこでおっさん A もで聞くなって話話なんですけど <laughs> あのあの、概要欄にリンクを貼って、写真のリンクを貼っておきますので、皆さんも見てほしいんですけど、はい、あのうちにサボテンをね、今年に入って、2つ買ったんですよ。 最初僕が1個買ってであの子供がそれ見て自分も買うって言って買ったんですけどね池田さん前なんかサボテンぐらいだったら全然水もそんなやんなくてもいいし簡単に育ちますよって言ってたような気がしたんで, <laughs> で、うん、ああそうかと思って買ったんですけどで買った時にね僕の買ったサボテンってこう平べったい靴べらみたいな感じのサボテンがちっちゃいこう手が両方から出ててなんか元気よくこう手を上げてるように見える。 うん、なんか可愛らしいサボテンだったんですけど、うん、なんか変なところからニョキニキて目が生えてきて、すごいなんかすごいブレードみたいになってるんですよね、うん、今。もう写真見てください、こんな口で説明できないんで。<laughs> これ,これ何、こういうものなんですか、サボテンって。こういうものの可能性もあるんですけど、うん、クイズさん、これ室内で育ててます室内で育ててます サボテンは分かんないですけど、一般的に言うとやっぱりその太陽の日照と、うん、あと大事なのがやっぱ風なんで、あ風と日照、水だけじゃなくてですね、風も与えなきゃいけないので、そういう要素が足りないかもしれない、ね、<laughs> そうなのか、あはい、もずっと室内にいて、はい、日光にたらず、風もないと。そうですね まあちょっとあのよく他の植物でも徒長って言ってあの横に広がらずニョロニョロニョロって葉っぱがこうすごく伸びちゃうようなケースがあるんですけど<ー>、えーまあ、基本的にはやっぱ多分栄養不足とか何,何かが足りないんだと思いますね、えー、じゃあ怒ってんのかなこのサボテンはそのうちに、ね、あの寄生虫の右みたいにボゴッつってなんかこう <laughs> <laughs> なるんちゃうかなと <laughs> <で> <laughs> 形的になんかそういう感じになってきてるんですよ。<ー>なんかこう。ああ、これ、ね。そうか。うん。じゃあちょっと外に出してしばらく。でも今暑いからな。あ,あ,あ確かに。まあ日陰ですね。日陰か。はい、日陰に出して。この直射日光だとちょっと色変わっちゃったりするんで。ああ、なるほど。日陰を作って様子を見,見てみます。見てみる。 <laughs> どんどんね、伸び、伸び、このまま伸びていったらね、この細さでどうなっちゃうんだろうこですけど。<laughs> この先も気になりますね。すに <laughs> 気になる <laughs>。<laughs> はい。ちょっと、ちょっと見てみるか。それはそれでちょっと、実験的にやってみたい気も。うんで,ね、でも、どっかで折れますもんね、ポキってね、きっとね。うん、<laughs> まあ、みんなさあんまやってないのやっぱ風、風がない、室内だとね、風起こりようがないんで、うん、やっぱそこが、あの、やっぱ結構、 良くないっていうケースはあったりするみたいですね。ねはい。わかりました。ちょっとありがとうございます。参考にしてみます。い,えい,えいやこれはね池田さんにあのゲストに来てまたら聞こう<や>聞こうと思ったらここまで伸び伸びてしまったんですよ、ね。出、はい、な,ないんですけど。はい。すいません。でですよ。はい。えー、の今日の話はその最近池田さんがあのやられているツイッターとかでもねあの発信されてますけど黙々モデリングはいって活動をされている。はいうん、うん。 れど,うどういう活動なのかちょっと教えていただけますかこれ。これはも、えっともとは、えー「黙々ブレンダー」って言って、うんえー、ブレンダーってソフトを、えー、時間を決めて、うんえー、今で言うと「黙々モデリング」で金曜日の朝7時から知り合いのデザイナーもともと3人で始めたんですけど、えー、今はあのー「おっさん f l でもとんかつの会で。 とんかつのお話されていたあのくだくらげさんがと一緒に今2人で黙々モ,モデリングをやってますね、はい、あそれなんかどっか集まったりしてるんですかじゃなくていやあの無言で Google ミートつないであ <laughs> い一応一応ビデオツ話ーみたいなのつないで、はいはい、ただお互いミュートにしてるんで<あ>本当に画面越しにいるっていうだけですね存在を感じながらやってるって感じですね チュートリアル動画見ながらとかもやってたりするし、お互いご飯とか食べながらやってる。えー。一応補足していくと、ブレンダーっていうのは 3DCG のソフトですよね。そうです。それで、ただ 3D のソフトもいろんな使い方を学ばないといけなくて、結構いろんなことができるから。そうなんですよ。 あれですすよね勉強するこことと多いってだから当時もブレンダーってそのすごくいっぱいいろんなことができるからなんかおのおのそれぞれやってみたいことをやってみようみたいなんで始めてって最初みんなあの最初にこの YouTube のチュートリアル今日やりますみたいな宣言してあのやってたんですけどそれがだんだんブレンダーからー僕はフュージョン 360360 360 360っていう。に、うん、どちらかっていうとちょっと CAD 寄りのものに移動しく段くらげさんは最近はビジョン OS が出たりしたのでもうちょっとなんか3次元空間の<ー>なんかそういうこう。 表現みたいなものをアップルの動画見たりとか、えー、あのそれをなんかそれをプロトタイプするための手段がないかとかを探ったり研究され,たりされてる,あるかしれていへ面白いそこから派生していくのも面白いですね<ー>この方向がねそうかじゃ池田さんはブレンダー、うん、まあいわゆる本当に CG でグラフィック作ったり、ね、ムービー作ったりするところから、はい、だからフュージョンっていうと キャトっていうとなんかあれですよどっちかというとその最近でいうと 3D プリンターとか大きな話だとなんかこう家具とかそういういのデザインとかしたりできるやつですよね。そうですねそれがきっかけで僕も 3D プリンターを買いましたね。買いました。ええーはい。アドベンチャー3ってやつを買って最近、まあ明日もその回なんですけど明日もちょっと 3D プリンターの出力テストをやろうかなと思ってます。へえ。 3 d プリンター買った。買いましたね、もう。結構お高いんですか、3D プリンターあの僕が買ったのは5万です。ああ、そのぐらいの。普通のプリンターとあんま変わらないですね。そうなんですね。だね、確かに。ただやっって言ったら。存在感がすごいですね。ああ、確かに。そうか、ドンとでかい、なんか普通に電子レンジみたいな感じで、そうです、そうです。え、3D プリンターって、立体を、まあ、3D のものを、 なんだろうこう空間にこう生成していくそうです、ね、わけですよね。うんはい、それは仕組みがよく分かってないんですけどなんかその材料というかあそうですね、まあ、みたいなものがあるわけですかあります大きく分けて2つの種類が 3D プリンターはあると言われているんですけれども一、うんうん、つはあのフィギュアとかが作りやすいようなあの光造形っていう方法と。ほうほう えっと、僕の場合は、なんて言うんですっけ。え、熱溶解こう、どんどん積み上げていくような。え、層、積層ですね。積んでいくんですね,ですねです。積層。はい。型のやつを使ってます。はい。細い糸みたいなのを、糸というか、こう、うはい、面を何回も何回も、こう、積み重ねていく、うんうん、いって、その形状にしていくっていう形式。はい。はい、針金みたいな、 まあフィラメントって呼ばれてるような材料をカセットみたいなのをセットしといてそこからえ細いチューブからその針金が出てきて熱で溶かしてどんどんあの積み上げていくみたいな手法ですね結構きれいにできるんですかできるんですけどまだちょっとわかんないですけどやっぱ表面とかは結構その,その 3D のソフトでは対談作ってても 積んでいくための癖というか、あ<ー>それが出るんで、やっぱ、ヤスリがけとかしなきゃダメかなと思ってます。はい、その、ラ,えー、ラインみたいなのがこう出ちゃったりするわけですね。します,します、します。はい、<ー>だから、サイドの面は結構きれいにいってるけど、上の面だと、やっぱりこう、プリンターのね、往復のこう、<ー>印刷の目みたいなのが結構出るんですよね。はい,はい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 。じゃあ、そういう癖があるありますね。その辺はやっぱ、その、プリンターのタイプによっても違う。 みたいなんですけど自分がちょっと作ろうかなと思ってたものが少しやっぱ強度がい,るいったり強度が必要かなとも思ってたので、えー、やっぱ積み上げていく方が強度出しやすいようだったのでうん、うん、そっちを使ってみてますえ大きさ的にはどのぐらいのものが作れるんですかっえっと1 0ンチは無理ぐらいのサイズですかね<あ>重重が無理かなってぐらい,い重重が無理なんだ、はい、結構小型なんだなうんそうですね 106ぐらいだと合わせて解像度というか、その、細かさ的にはどの辺までいけるんですか、その。細かさも、でも、まあ、0. 何ミリとかはいけたと思いますけ、えー、そんなにい,<あ>いけちゃうんだ。いけちゃうんですけど、まあ、ちょっとやってみてる感じ、そんなにぴったりいけるかっていうのはちょっとまだわかんないなと思ってます。<ー>それは多分値段にも、この、あのー、 値段だからっていうのもあるかもしれないですね。うん、はい。クリスさんが言ってるのはその例えばこう二つパーツでこぼこ作ってそれがカチッとこうどのぐらいこうピッタリいくかみたいなそういう話？うん、いやなんかなんだろうな例えばその六センチまあ六センチ六センチだとしてなんかそういう感じのそのキャラクターとかフィギュアみたいなものを作ろうと思った時に。はい。 どのぐらい細かく。ああ、その、み、耳とかの形をどのぐらい細かく出せるかとか。の出せるのかなみたいな。それは、あの、やっぱ光造形の方の 3D プリンターの方が綺麗に出せるみたいですね。はい、そうなんだ。積層<ー>はやっぱりどっちかっていうと直線的な方が得意って感じじゃないですかね、ねやっぱり。うはい。 自分でモデルしたものが世の中に出てくるっていうのが、ちょっと面白そうだなそうです、ね、って感じありますね。面白いですね。あの簡単な箱、組み合わせる箱みたいなので、大体こう、1ミリずらしぐらいで作ったら、パカってなるぐらいな、うんうん、綺麗にね、パカってなるぐらいのクオリティでは全然出せるので、あれですか、3D プリンターにおけるハローワールド的なものはあるんですか最初に出すものみたいな。 ありますねあの。キューブがデフォルトのでプリセットみたいなのがあるので、テスト印刷でまずそれを出してます。へー、はい。ハローワールドほどのこう、なんか標準的なものかどうか,かんどはいでもこど。も、四角が出てくるその、ね、無から無からっていうか、何もないところにその四角が出来上がっていくわけですよね。あもちろん、はい時間。時間的にはその、時間、ね、割とかかるんですよね。あのもちろんその、 そのどれぐらいの面積っていうか体積っていうかを出すかにもよるんですけど結構1時間ぐらいなんていうんですかねその箱ぐらいだったら数十分で出ますね2 0十二十分ぐらいでああでも結構かかるんですね、うん、結構かかっちゃいますえだってクリスさんがイメージしてるとこうなんかピューンみたいな感じでしょ、うん、いやでもまあでもピューンあのほら映画とかでさ SF 映画でなんか そそれこそあのミッションインポッシティブルでマスク作ったやつにシュ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 ってるですよ。あんな速さじゃなくていいですね、要ね <laughs> あれは異常にでも<の>で異常に速いあ。でもね、あれも異常に速いって言いながら、映画の中でも結構作るのに数時間かかるとかって言ってるから、そんなもんか。でも僕もそのイメージをちょっと持っちゃってました。<laughs> えー、こんなに遅いのって思っちゃいました。こんなに単純なものでもこんなに遅いのかみたいな。はい、ずっとなんかガッタンゴットン、ガッタンゴットンってやってるんで。音はどうなんですか、音は <laughs>。 まあ、印刷中はそれなりにやっぱうる,うるさいですしスイッチ入れとくとウィーンってずっと言ってますね。へ、えー、熱もねあの、ある程度持つんで。へ、はい、えー。まあずっと稼働してるわけですもんね、物理的にね。そです,です、うん。普通にあの紙のプリンターと同じように動いてるから。うねうん、えーえー。え。なんかそのちらっとさっきその、ある程度強度があるものを作りたいって言ってたんですけど、はい、な何をこう作ろうみたいなのはあるんですか そうまあ、前回もね釣りのお話したんですけど釣り道具とかって<ー>やっぱ汎用的に作られてたり、まあ、あとケースとかも汎用的に作られてるものが多いと思うんですよ。例えば自分が持って普段使ってるルアーがあの12個だけどうん、うん、箱普段売ってるものは10個入りしかないとかだから自分に合った道具みたいなのを作って。 っていうのがうそういう、まあ、強度出したい箱を出すしルアーの釣りもやるのでなんかゆくゆくゴールとしては自分の出力したルアーで魚を釣るってとこまで行けたらいいなって<ー>、はい、自分でその 3D のモデリングモデリングから始めて、はい、それを自分で出力したので、はい、魚を釣るとそうなんですよ<お>でそういう大会もあるんですよ、ね、え その自,分で自分でモデリングした、モデリンシした大会が <laughs> 釣り大会っていうの面白い。え <へー S 3> そう。なんか、DIY っぽいけど、また今までの,そのオーソドックスな DIY から全然イメージが違う DIY って感じですよね。そうなんですよね。面白いな。これ聞いて、今僕の頭の中にあるのは、もうこれは動画になるなってですね。<laughs> <laughs> いやすぐまたねそれね、うん、タイムラプスでさその出来上がる予想撮って,てねでこうピピピピってこう、ね、色つけたりこう削ったりして完成みたいな、うん、これはバズりますよ <laughs> いやでもね本気で作ってる人とかねメーカーとかはねもっとそういうののねすごい完璧なやつでやってると思うんですけどもっとあのそのさっき言ってた大会とかだと皆さんこう手作り感あふれるあのルアーで。 やってて楽しそうだなとも思ってました、えー、面白いですねでもそ,そういう釣りのねの方に生かしていくぞっていうところにつながるんだっていうのはちょっと面白いですねそのそうですね 3D プリンターでも、うん、あと釣り道具とかもなんか釣りに行く時は使うけど行かない時には使わないじゃないですかでもなんかしまっとくのもあのもう 絶えなくてよく何でしょうね、うん、趣味の道具見ながらお酒飲むみたいな <laughs> そういう人たちいるじゃないですかああいうみたいになんかこう飾れたり飾りながら飾れるけど収納もできるみたいなようなパーツとかなんかちょっと作れないかなそう見ながらお酒飲めるもんなんですか リール回しながらねお酒飲んでてもいいぐらいです。ああ、ちちち、別にその魚はかかってこないけど。かかってなくてもか <laughs> <laughs>、うん、まあルアーとかも綺麗なんで、ルアーの音をき巻く音を聞くだけで、うんそうです、ね。まあ確かに。1杯二杯いけちゃうみたいな。でもね、おわなんかね、これも変な話なんですけども、自転車ってさ、自転車の話なんですけど、僕の人はね、はい、あの恋いで、 声でペダル止めるとジーってなるじゃないですか。あの、そのハブの音なんですけども、はいはい、あれがね、あの、わかるようになるんですよ。自転車乗ってると。わ <laughs> かる、うん。高い、高い自転車の音と、<laughs> はい、安い自転車の音と、で、さらに<ー>な、なんだったらこう、 メーカーとかによって、なりが違うとかっていう話があったりとかして、そうなんですよ、なんで、街この間、街の中でそのハブの,そのジーって音を聞後ろから聞こえて、パッって振り返ってしまった自分を見て、なんかだいぶ、<laughs> <laughs> だいぶなんか変,な変になってきてるなって思ったりしたので、<ー>なんかルアー回して、お酒飲めるとかっていうのは、<ー>それはまあ、十分あるなっていう気がしましたね。 そうそうだんだん聞こえてくるそうあ,れあれなんだって、ね、フォ <laughs> <laughs> えるほえ釣りはないですかそのと隣でこう巻いてる人のその音を聞いてあいいやつ使ってるみたいないややっぱありますねやっぱあ僕もそこまであんまりやってなかった時に、うん、すごくあの釣り好きの、まあ、友人っていうか共通の友人だと思いますけど方から「イケポンこれ持ってみ?」って言われてめっちゃ軽くて。 <laughs> 回してみっつってめっちゃすごいさっきのね長山さんの自転車のペダルじゃないですけどすごいき、ま、綺麗に回って何<ー>これっつって <laughs>、はい、完全にあの人ですよね映 <laughs> 画浮かんでますけど多分 <laughs>、うんまあ、それ以来こう何買えばいいかなって相談したら一番高いやつじゃないっていう <laughs> <laughs> どうせ安いやつ買っても高いやつ買い直すと思うよ そうなんだけ何でもそうですもんね、結局ね。趣味はそう言われるね。どうせなんか2個買うんだったら1個高い方買った方がいいじゃんみたいな。そうね。そっちの方が安いから。って言われるんだけどねいや。え、いいっすね。でもそのモデリングしてプリンター、ちなみにそのマイルストン的には、いつごろできそうなんですか、その。いやー、今、感触で言うと。そうですね。 ケースはなんとか今年中には何かまあね一応今週1のその朝の7時からまあ1時間って言って始めたんですけどなんか23時間やってる気がしますけど結局 <laughs> あで,もでも言ってもその限られた時間でや,でやるっていうことなですねいでも正直やっぱ僕は引きずっちゃってその日、うん、あのここまでしか行かなかったってなると 夜延長戦してたり<ー> <laughs> やっぱしちゃうんです<ー>はい、はい。だからまあね、前回あった、2時間あったら、今だとひょっとしたら、前回はね、コンテンツの話だったんですけど、モデリングはい、モデリングやりたいなとは思ってます。あやっぱこれ結構じ、やり始めると結構時間かかるんですか時間かかりますね。ああやっぱそうなんだ。<ー>やっぱ、ブレンダーもフュージョンもやれることいっぱいあるんで,、うん、ですよね。うん、うそうですよね。もう 結構やらないとものが出来上がるじゃないですかアウトプットが物体だからやっぱ結構凝りたくなりますよねそのなるんですよね残っちゃうからはい。残っちゃう見るとまあその改良点が見つかるじゃないですか実際に一回出してみるとああそこそこそこ確かになんかそれはこうんだろう仕事と近いものもあるんですけどやっぱ作って直しての繰り返しをやっぱりこううん やっちゃいますね。ああ、でもなんかその、いわゆる CG のグラフィックとかだと、はい。例えば裏っ側どうでもいいとかってあるじゃないですか。はい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 。見えないところは。見えないところね。うん、物体にして出す場合って、<laughs> そこ全部きちんとやんなきゃいけないっていうのはあ,あるんだ。 めちゃめちゃそれが全然違うところでブレンダーとフュージョンの。<ー>フュージョンって履歴が全部きれいに保存されていくんですよ。だからこの工程まで戻ってやり直すとか、うんうん、この工程のこの部分を変更すると、えー、その後のこの工程が、えー、それに変わってもう一回再現されるとかがあるんですようん。途中の歴史を変えられるみたいな感じ変えられるんですよ。それが結構 なんかあんまり普段これまで出会ったことないアプリケーションだったんで面白いなと思ってだからそうするとやっぱり事前にそのフュージョン触る前のプロセスをどうするかの計画とどうやったら一番いい形のモデルになるかみたいなことを想像しながらやるんですよねはいそうなんだじゃあちょっとだからそのそ<う>いわゆるそのグラフィック的なデザインとか作るのとまたプロセスがちょっと違うって感じですね っていうのも最近だんだん気づいてきて<ー>要はそのプロセスをきれいにやって、えー、最後のものができるようになんかどうやったらできるんだろうっていうのをいろんなチュートリアルを見て研究したりしてます<ー>はいそっかいろんなアプローチの仕方もありそうですもんねうんそうなんですよ例えば角を丸めるっていうのを早い段階でやったゆえに、うん えー、後工程でなんかここの面が取れなくなったとか。あ<ー>はありそう。ありそう。めっちゃありそうだな。それ。そういう順番みたいなのが結構なんか大事になってきてますね。<ー>はい、まあ、プロセスがあるみた、ねはいな。面白いなまあ、ブレンダーもね。その辺あると思うんですけど、うんうん、フュージョンは特にそこがなんか如実だなっていう風に思ってました。 あとはなんかその僕らそのアドビ系のソフトウェアとか使い慣れてるとやっぱり世界観とか思想とかが結構違ったりするじゃないですか、はい、違いますねほうなんかそういう考えなんだっていうところにこう到達するまではなんかすげえストレス溜まるっていうかめちゃめちゃそれですねなんでこんなことこんな、はい、この機能こんなってんだとか <laughs> このアイコンなんだみたいなとかなんかすげえありそうですよねこれね、はい、ありますねそういう意味では僕フュージョンはまだ全然 なんか自分のこう世界に持ってこれてないなって思ってますあのまだねできてまだしっくりこないですああその自分のメンタルモデルとそのソフトウェアの考えの思想がこう合致してないみたいな感じなんですね、はい、まだあ僕結構そのツール好き,好きなのでツールから入れるタイプっていうか ツールを触るとこういうのを作りたいなとかいうの湧いてくるタイプでインスピレーションを受けてそうですそうですでもフュージョンはそれをあんま楽しめないでも最終の到達地点はなんかこういうのを作りたいっていうのはあるけどフュージョンをつく使ってて楽しいっていうところまではいけてないんですよね ブレンダーは割と楽しいです、ね、ああそうなんだはい。若干ヒュージョンは修行感がある感じなんですね今のところありますね<ー>そうだからもっとチュートリアル見てこう繰り返してなんか自分のものにしていかないとなんかじ自由にツールを使いこなせるってところまでいけないなって思ってました、うんうん、確かにそこがこうなんですかね自分の手の先にみたいな感じにならないとそうなんですよやっぱり作りたいものって言ったら作れない、はい ってことですもんね。はい。アドビー系のね、ソフトとか、フィグマとかも、一定あるじゃないですか、なんかもう、やっぱ。自分がこれだけ習得すれば自由に使えるみたいなのが、無意識の中で。そこまで全然いかないですね、多分。ああ<ー>。面白い。結構いろんなことできるんだ、これ。へえー。そうなんですよ。あの、同じアウトプットを出す方法でも、あの、よく見てる、 あの、YouTuber の方とかも、今回はこのやり方でやりますとか、一つの動画の中でこのパターンとこのパターンやります、みたいなとああ。いろんなアプローチで。プロセそうですね。<ー>アプローチの仕方もやっぱ違うみたいです。うん。へぇ、面白えないないいっすね。なんか、新しいことにチャレンジしてる感じがあっていいなうん。うんいや、こういう話はやっぱり面白い。面白い。うん。そうですね。うん。なんか、別に、 仕事がどうのって言って始めたことでも得意ないの <laughs> ないけどなんかあの割とそういうインスピレーションにもつながって新しいことやるとやっぱ面白いなと思いますうん、はい、うん何かそのやっぱ何でしょうねこう手に取って使えるそのね 3D プリンターがあってそれを介することでもうものになる物体になるっていうのがちょっと面白いですね、うん、なんか最終の仕上がりがそこに行き着くっていうところが そうですねでもなんか仕事とかだとやっぱり結構自分はこう使いやすいとか分かりやすくするとかいうことをやってるけどそれをなんかリアルのものでこれもっとこうした方が使いやすくなるじゃんとかこうしたら面白い使い方できるのにみたいなのを実際のリアルのものでやるまで拡張できるともっと楽しくなるかなみたいなのも。 使っなるほどなるほどインターネットのサービス見ててあのこのボタン分かりにくいとかこのプロセス変じゃんとか思うのと一緒で普段の生活の中でなんかここにこのパーツつけたらもっと便利になるかもみたいなのの発想までなんか広がってきてる感じもちょっとあるなと思う、えーはいますね。うん 確かに僕もネットのインターフェースの中で完結してたら、ここはこうでのほうがいいだよなとか、あここすごく面白い作りになってるなとか、そういうのは分かるけど、実生活って確かにな、そういうもんだっていうふうに受け入れちゃってるところがちょっとあるから、そうなんですよね。でもやっぱ 3D プリンターが出てきてることで、それを自分でもちょっと変えられるかもっていう、身近な身の回りだけはね、それがいいなと思って。 結構気になるなプリぜひと,と,ともその,、ね、そのケースだったりなんかこう完成したらなんかねちょっとまた話を聞きたいですよね。そうですね。その行きつくまでのいろいろ試行錯誤みたいなところをね。はい、成果をちょっと出していきたいですね、ここは。うん、であの今日はもう一つというかまあ別の,、ね、あの話題もありまして。はい、なんか池田さんが 先生もやっってらっしゃるそうですね最近またちょっと新しいことの一つでもあるんですけどあのー、美術大学で今週で授業終わるんですけど前期に水曜日は一日中大学でえ2つの授業担当してましたねへえ<ー>、はい、もう丸一日水曜日は丸一日朝10時半から昼までと 午後1時から16時半ぐらいまでの授業をやってました、はい、ほぼ一日だはいど,どんなことを教えてるか聞いても大丈夫ですかあ全然大丈夫ですけども別に仕事ですね普通に土直球の,あのさっきもちょっと話したあのどうやったら分かりやすくなるとか、はい、どうやったら使いやすくなるとかいうのの話を具体的なことを えーまあ、デジタルの世界の本当ウェブサイトの話とかですねそういうのを講義の授業を午前中にやってうん、うん、それとはまた別の、えー、形で演習の授業で、えー、ちょっとサービスを考えてみて自分で、えーえー、プロトタイプ作ってみるみたいなのを午後にやってます、えー、受けてる生徒さんの人数規模でいうとど,どの授ぐらいな、ねうんでしょいか えー、その制作の演習の授業が35人ぐらいですね。結構いますね。結構いるんですよ。すごい,い。僕もなんかちらっとそのちょっとこうあの HTML とか教えるみたいなことをはい、はい、ちらっとやったことあるんですけど、うん、準備とか結構時間かかりません講義は準備がすごいかかるのと。うんうん ですけど今年初めて演習というか制作の方の授業を担当したんですけどやっぱ生徒の進行とかを見ながらこうどう進めていくかとかこうプログラム通りあんまり行くものでもないですしあ<ー>あの他の先生方と話しながらこうやっていくのがやっぱりなかなか難しいなと思っか。最初に思い描いたようには、ね、なかなかうまく進まなかったりするってこともあったりとか。はい はい、あと35人に教えるっていう感覚がどんなに1人ずつ回ると1人何分なんだっけみたいな話になって,てな、ね、1>, 1人1分使っても35分かかりますからね、はい、確かにああですねそっかそれは大変だ結構難しいですね,ですね,そ,ねその病,病院の先生と一緒で 池田さんは1人しかいないわけだから <laughs>、ねうん、今おっしゃったように1人分分分でででもももみたいな感じですもんね、うんうん、そうですねなので他の先生の方が、えー、他の授業に出られてていない時もあるんですけどあの複数いる時はあのその先生と分担してやりましょうとかいう風にその日決めるんですけどもあのあでもそれもその日に決まるからそうですねうーん でも、あの、やり始めると、なんか、こう、頑張って、ね、それぞれの作品を良いものにしたいなって、割と、思った以上に自分事としちゃいますね。<laughs> はい、生徒さんがやってること、やるやつを。あの、思った通りに、こう、生徒の方がね、思った通りに、やるには、なんか、 どうすればいいかこうすればいいかって思った以上に考えちゃいました。うーんはい。えー、どんな感じなんだろうな面白そう,うな。んかでもあのマネージメントというか会社でも教えたり何かこうメンバーの人にアドバイスをするとかいう機会っていうのはあるわけじゃないですか。で,すねうん、でも、まあ 学校って基本的には全力で教えてください教わりに来るっていうスタイルじゃないですか、うん、ああはあはあちょっと確かにそういう意味ではやっぱなんでしょう簡単っていうわけじゃないんですけど向き合い方はやっぱシンプルだなとは思います、ね、あ教える人、はい、<ー>教えられる人立場というのは、はい、そうですそうです完全にき決まった立場でやる,、はいはい、るってことですねああ会社のマネージメントって何かそんか聞いたりおっしゃるみたいなのが <laughs> 結構駆け引きじゃないですかそうですね。<laughs> とか,かあるじゃないですか。<laughs> うん、立場は確かにそんな明確な形ではないですよね。はい、その人が当事者だったりすることもあるし、ね、当事者ないこともあるし。うん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 。うん、だから、自分の場合は、教えてほしいって思ってくる学生には、全力で教えるに振り切るようにしてました。なるほど、うんはい、なるほど。うん、そういう,こう感じはやっぱ面白いな。 っって思ったのとあと僕は学生をこう採用するって立場にもいるので会社だと。あ,あはいはいはい。だから学校で教えて、まあえー、お送り出すっていう立場の目線と、うん、あ受け入れる側と、えー、そう目線と。受け入れる側の両方に立った時、うん、どっちが勝っちゃうかっていうと。 多分送り出す方が勝っちゃうんで、ん送り出した人の面接絶対できないなってっ <laughs> はい。確かに。それは、はい、平常心では難しそうですね。んなんかじ、その、お医者さんが自分の親の手術ができないみたいな、そういう感じのなんか、あれがありそう。うだから、ちょっとそれは、あの、会社の方で一緒にやってる人には宣言しちゃってし<ー>ました。はい。 多分無理だからっつって。確かに。よろしくっていう,う。<laughs> 見えてる背景とかが全然違っちゃいますもんね、はいうん。それは結構ね、自分の実験、気持ちの実験でもあったんですけど。ああ、なるほど。ほどね、割と思ったより、こう、入れ込むというか、うん、なっちゃうなと思っちゃいました。へえ<ー>。面白いですね。うん、そもそもどういった経緯だったんですかあのー、僕のが大学で、 の先生が今教授でいらっしゃる学科にと生田さんの学生時代のそうです僕のそうです学生時代の先生ですへえそういうつながりで声が聞こるそういうつながりでちょっと先生がき少し自由やってよって感じではいおお。いいですねそういうのもいいななんかな。まあ幸い僕もなんだろう本出してたり テキストにしてて、うん、その教える、間接的に教えるようなものも知えていたので、はい。なんかそういうのも役に立ってって感じです、ね。やっぱそこだな。<laughs> <laughs> それだけじゃ当然ないと思うんですけど、僕の場合はそういうところがなんか,か、うん、いや、なんかね、最近思うんですよ。その別に僕もそ,それがめちゃめちゃしたいというわけじゃないんですけど、やっぱこう、人に何かを教える時に、なんかこれまでの自分の経験とか考えをちゃんとこう、 教えられる形だったり、人に話せる形にちゃんとこう体型立ててこうアウトプットできるかどうかみたいなのって結構できる人とできない人っているなと思ってですね、うん、いや僕もなんかいろんな経験してきましたけど、じゃあこれをなんか人の役に立つようにみたいなのが結構難しいなと思うんですよね、自分で考えるときに。じゃあ、クリスさんもそろそろ単調、単 <laughs>、ね、調出さないとね。<laughs> いやなんなら。倉脇さんみたいにさ。倉脇さんみたいに、単調書けないっすよね。かけない何も書けない。単調の話っちょっとさ、概要欄に貼ってきますけど、池田さんもそうですよね。え、そうです。その話全然。その話全然してないいやいや、もう全然大丈夫ですよ。はい。申し訳ないです。いえいえ、もう出してね。もうちょっと時間経ったんで。あの、リサイズ FM の方で、たっぷりとその話され出ましたもんね。してました。はい。 ね、そ,うそういえば全然それ話予定に入れてよかったですね。縁 <laughs>、はい、の人の UI デザインで。あれですね、リサイズ FM の137回であのじっくりとお話されてますので。そうそうそう。でも本、そうそうそう、そうやってちゃんとね、その自分の考えてることとかをアウトプットできるってやっぱすごい。うん、うん 説明できるってすごいなという感じですね。そうですね。でも、まあ本、僕はもう毎回絶対に書かないって思いますけどね。書き終わった。書き終わったのに。はい。大変だから。絶対にもう嫌だって思います。ああ。そういう話聞きますよね。うはい。あんまりこの、何んですかね、別にこう、儲かるもんでもないし、お金的な話をしちゃうと。そうですね。言ったら。そう 時給みたいなので計算しない方がいいとかってよくよく言うのが名刺代わりになるというかそうですね。ういうとこですよね。だからね。さっきクリスさんが言ってたような。さっきね池田様さんもそれがきっかけでそういうのをアウトボットもしてるし知り合いでもあったしみたいないろんな複合条件でってことだと思いますけどもこれもねなんかでよく言ってるんですけど本当にもう本 書いてる後半はもう出せればいいっていうか僕の作品を世に出したいみたいなもうなんかアートみたいなアート作りをしてるような気持ちになりますいいなえで生田さん先生してる時間あるんですかいやそうだからね時間の管理を結構それでね前回ちょっとお話ししたんですけど<ー>、はい、でも一応あの水曜日はあの その時間に決めてました、うんはい、決めてるのでそこはそうしていればって感じですちなみに池田さんって当然こう授業をする時とかに学生さんの前に立って自分はこういう人間だって説明をする時間もあると思うんですけど、はい、その最初のタイミングとかに。はいはい、ど,どの辺まで話すんですかその例えばもちろんその、ね、デザインだったりそのお仕事の話だからお仕事のバックグラウンドはもちろん話すと思うんですけど。はい もうちょっとパーソナルな自己紹介でするんですかその、釣りが好きですとかあ。あからさまには言わないんですけど、うん、その授業の説明の中に、釣りのこととか、ゲームのことをチラ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 入れてるんで、<laughs> 昨日も。<laughs> イメージがわかんない、わかんないですけど、はい、どういうことなの例えば、まあ、デザインのを、おもう価値基準における、うんうん、まあよく、 まあ本の内政、えー、もう一個行動かな。うん、はい。この三つの要素が当てはまってるデザインってなんだろうみたいな話をするんですけど、うんうん、で先生はこのリールだと思うよ、みたいな。そういう話をするんで、oh. まあ、学生はね、これ、あれ何なんだろうって思ってるかもしれないですけど、<laughs> <laughs> まあなんか釣が好きなんだなっていうのは思ったりしますけど、で、時々昨日も あの先生、ピクミン4買ったって言われて、<laughs> ゲーム好きなから、<laughs> まだ買ってないっつって <laughs>、ちょっとね、そこで会話がね、ピクミン4、おもいから買った方がいいよみたいな話をされたんで。僕もあ、あれなんですよ、年に1回、京都にあるとある高校生がですね、来るんですよ、話を聞きにっていうのを、この3年ぐらいやってて。 本当も1時間ぐらいこうお話しして帰ってもらうんですけどはい、はい、そこでやっぱ自,自分の自己紹介するときに、まあ、会社の紹介もするし、はい、自分はこういう人間ですって説明もするんですけど僕は結構はっきりと趣味も結構あっても少年野球やったりとかやったりしてっていう話もしててめちゃめちゃ食いつきがいいのが YouTube やってるってところが一番食いつかがいいですけど <laughs> <laughs> YouTube に動画上げててチャンネルも持ってますって言うとみんななんかえたっ,って顔して<ー>ど,どんな。

今ちょうど大学生から社会人にかけてぐらいなんですよ。だからなんかもう結構それで感動してくれる子とかいますあああのあ<れ>ごめんも作ってたんですか、はいはい、みたいなそうそうそう何も感じずにただねここでもやってましたぐらいでこう出してたんですけど、うん、あの授業のまあ なんだろう、心に残ったことみたいな話と。うごめもはての、うごめもはてのです、ね。いや、じゃあ、栗さん、うごめも行った方がいいよ。いや、それね、実はね、僕も、そ、あのー、今、高校生はないんですけど。やっぱ、こう、就活生とか。あ,<ー>あのー、新卒で入ってくる、ことは、やっぱ、うごめんも経験の人多いですよね、最近は。<ー>うん、で、まあ、ね、僕もやってたんで。あの、うん、やってましたよって言うと。 ああ、みたいな感じになってくれますよ、ね。<laughs> そう、僕もなんか最近ちょっと映像系の人とお話しする機会があって。うん、話したら、実はうごめもユーザーでみたいな。最初にアニメーション作ったのら、うごめもです<ー>みたいな。うんうん、みたいな感じで、そこから。巡り巡って、映像の世界に入ってみたいな。感じとかあって。ーええー、すげーな。そうそう。あので、最近、あの歌手の。アドさん。ああ、はい、ありましたね、記事ね。うん、そうそう、上がってて、なんかアドさんがうごめものことを。 すごく、うごめもとミーバースをね、結構ね、ツイッターで書いてるんですよ。ミーバースに救われたとか、うごめもがよかったに救われたみたいな自分はみたいなことを書いてあって、<ー>で、多分アドさんの年齢とか世代的に、このうごめもは、多分 3D 版の方なん 3DS 版の方なんだろうな、ってうごめもハテナじゃなくて、その後に出たやつ、ああ、うん、お我々がはい。ななんだろうないやでもワンちゃん ワンチャン、うごめもハっちゃってことがあるかなって思ってたら、この間のインタビューではっきりと 3DS 版って書いてあったんで。あ、言ってました。うん、書いてあったんで。あ、そ、そっちか。新しい方ね。うん。まあでも、あの、あれですよね。あと、あの、うっせぇ和歌なんかの PV を作ってる方は多分うごめも出身の方じゃなかったかな。あ、そうだと思いますね。ね、なんかその、ああいう絵師というか、あの、アニメーション作ってらっしゃる。うんはいはい 方なん,でなんかそう,そういう世代が今なんかあちこちにこうね若,若いクリエイターとして出てるっていうのはもう,<ー>もうなんかすごい,いや,やってよかったなねすごいよね頑張ってよかったなって思いましたね,ね、うん。なんかアニメーションを作って世に出せる場がこういきなり目の前にあったって感じなんでしょうねその小学生とかの時代に。結構ダイナミックな体験だったんでしょうね。 いやそうだと思いますよ。大人の我々でもなんかすごい面白がってやってます確かに。そうですよね。そうですね。へえ、学生さんやっぱそこに、そこなんですね。うん、面白いなでもいいやだからそういう、まあ、なんかね、教えに行きながらもすごいインプットが多いんで、うーんええって思うことも多いですね。で結構その教えに行って、も <laughs>、まあ、ちろんそのね、あの池田さんの方から、こう、知識だったり、いろんなことを与えてるけど、池田さんもこう受け取るものは結構多いというか、はい、学生さんから。いや本当に多いですよね。 なんかこのアプリ知ってますとか言われることもあるしなんか3人ぐらいが同じアプリを使ってたりとか<ー>あとレポートとかを書いてもらう時に例えばアプリのね UI の考察みたいなものもしてもらうこともあるんですけどうん、うん、そういう時にあこういうの選ぶんだとかーーこういうのが多いなとかいうのも発見になるんで。へー 今のね学生の人たちがこうどういうものに慣れ親しんでるのかっていうのはこうリアルに感じ取れるのは面白いなと思います。いいななかなかそういう機会ってね、いや、そうですね。なくなってきますからね、普通に生活してると。う,なん,うん、な,くなってくるで、ねまあで。自分の子供の友達を頼るしかなくなってきますもんね。そうですね。<laughs> えー、面白いなあと言ってたら、なんか。 気がつけば時間が、うん、あいい時間になっちゃいましたね。いや、面白かったなはい。なんか、ま、いろんな、なんかいろんなところにちょっと寄り道していろんな話し,したけど、なんかこう、面白かったですね。<laughs> うん、なんか全体が緩くつながってて面白かった。えーうん、はい。はい,い。ありがとうございました。また、あの、今回ね、1年半ぐらい空いちゃいましたけど、また、 またすぐいすますので,そです、ね。そうですね。ええ、またいい頃合いに声掛けいただけるとありがたいです。<laughs> はい、お呼びしたいと思っております。よろしくお願いします、はいはい。ありがとうございます。はい。ということで、はいえー、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます、えー。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。